はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第302回でございます。今回はテーマがですね、親の言葉がナイフのように飛んでくるというテーマで喋っていきます。で、少しですね、トゲがある言い方をしてしまうかもしれません。若干は気をつけるようにはするんですが、まあ、よかったら最後までお付き合いください。で、今回のテーマの元々のベースはですね、まあ、生徒の相談、生徒というかごめんなさい、ユーザーの方の相談がベースにはなっております。で、元々塾講師やってた時に、まあ、生徒からね、いろいろ相談もらったりとか、で、その時は親御さんとも接点があったので、まあ、その中で感じたこととか、あとは、まあ、いろんなユーザーの子からね、まあ、8年目だからさ、7年間やってるといろんな子から相談もらってきたので、まあ、いろんな親御さんの話を聞いてきてさ、で、まあ、今回もなかなかね、ちょっとしんどいのがあったので、その子にとってね、すごくしんどいのがあったので思ったことを話していこうと思います。で、今回来てたメインのところは比べられるっていうとこなんです。ご兄弟がいるの、その子多分上のお兄ちゃんだったかながいて、非常に出来がいいと、上のお兄ちゃんが成績優秀、運動神経、運動もできる、で、生徒会とかもやってるみたいな、もう火の打ち所がないみたいなね。で、その親と比べられ、ごめんなさい、そのお兄さんと比べられて、自分がどんなに努力をしても、まあ、褒めてもらえないとか、あとは、まあ、他の子の相談もちょっと混ぜて話してしまうんですけど、暴言が飛んでくるとか、どう考えても上の子の時と違うじゃんっていう対応されるとかね。で、飛んでくる言葉が、お兄ちゃんはこうだったけどねみたいなのが飛んでくるっていうのがやっぱりあったんです。で、塾講師の時の話に少し戻るんですけど、やっぱりそういう親御さんはいらっしゃいます。はい。で、まあ、私は若造だったんで、塾講師でまだ若かったからね。でも、まあ、23歳から塾講師を始めたのか、合ってるかな、23歳から始めたんだと思うんだけど、で、もちろん塾、その塾の中でも一番若手だったし、親御さんからしてもさ、若い先生って、まあ、若干不安になるわけよ。そうだけど、まあ、こっちはさ、まあ、数字で、まあ、一応成績は出してたので、こうあとはでも若いけど、まあ、その時子育ての経験もないけど、でもプロとしてちゃんと言うことは言わなきゃって思ってたから、言うことは言ってたの。そうで、しょっちゅう言ってた、とにかく比べるのやめてくださいって。いや、比べるわ、きっと、まあ、自分も子供が2人いて、きっと比べる、無意識で比べてる、まあ、どっかで比べてる、いや比べてるわ、うん、でもそれを言わないでください、それを態度として出さないのも親の務めですみたいなことを生意気に言ってたのね。で、それは今でも変わらない、うん、ただし、残念なことにですね、自分も含めてだよ、俺も含めてなんだけど、人って年がいけばいくほど変わらなくなります。嘘、変わりにくくなっていきます。これはまあ若い時でもさ、なかなか変わらない人もいるし、年齢を重ねてもすごい柔軟な発想を持ってらっしゃる方もいるので、一概には言えないけれども、傾向はある。その年がいけばいくほど凝り固まります、自分っていう発想、考え方とか全てがね、変わらないんだわ。で、今回相談もらった子に対しても、自分は親御さんにアプローチをできるわけではないので、まあ、できたとしてもなかなか難しいと思う、そこに、うん、まあ、塾講師やってる時はさ、教師としてね、教師として信頼を得られれば、まあ、先生が言うならみたいな風になれるんだけど、今この立場で言ったって YouTuber の分際何言ってんの、あんた誰だよみたいな話じゃんか。だからさ、難しいわけですよ。で、やっぱりね、その、まあ、今回のその相談もらったケース、その子に対して当てはまるかっていうとか、また置いといてだし、まあ、いろんなこと今悩んでるみんながいると思うから、みんなに置き換えた時にもその該当するかどうかはわからないんだけど、俺は変えることができるであれば、もちろん変えるチャンス、自分だけの力じゃなくていろんな人の協力を得て変えることができるかもしれないんだけど、自分の中ではもう、まあ、縁を切るって言い方はあれだけど、親と、まあ、縁は切れんわ、縁は切れんけど、血のつながりはあるからね、そういう縁は切れんけど、でもね、いつか家出るから、そうって思っちゃうんだよね。で、この前なんかそういう話をしてる時にも、
やっぱりさ、いろんな事情があって家を出れない方もいるわけよ。全員が全員出ると思わないでくださいって怒られたんだけど、でも分かるよ、そういう方もいるのも知ってるけど、でもさでもそう、なんだろう、あの自分の知り合いにもさ、そういういるわけよ、ね、そのなんか呪縛みたいな、親の呪縛の中で生きなきゃいけないようなちょっと関係の子がいるわけ、いるんだけど、でもその子それでもあれだもん、突っ張れたもん親のこと、まああとなんていうか、もうなんだろう、親に縁を切られること覚悟で家出たんだよね。そうで結局今は連絡取れてなくて、その親と全然、その子はでも楽しく生きてるもん、その方が。そうだ、そういう方法もありなんじゃないかなって俺は思ってて、親は絶対に立派であるわけではないし、そう、なんだこの人はって思う親もいたし、でもしかしたら自分も親としては本当未熟だしね、だから他の人から見たらなんだこの親って言われてる親になってるかもしれない、気をつけてるけど、すごく気を使ってるつもりだけど、でも配慮が足りないかもしれないからね、だから今回そのね、比べられますってなった時に、割とそこにはこう褒めてもらいたいっていうのってどっかであるじゃん。俺親に褒められるってすごいやっぱり子供にとってプラスだと思ってて、で、まあ、褒めについてちょっと話すと話がそれちゃう。俺すごく褒めるっていう行為に関するこだわりが強いので、ちょっとまたこれ別件ねこれまた置いとくけど、そうだからその褒められたいって求めるのって自然な感情だし、人として子供としても自然だしね。でもそれをもうね、なんていうかな、上の子とか兄弟とかその友達とか横のつながりとかね、人の子とかと比べる傾向が強い人って無理なんだよね。そう、まあちょっと無理って言い方もちょっと極端に言ってるけど、でも無理なんだよ、難しい、だいぶ。だからそこに期待して毎回裏切られるっていうもの、焦燥感っていうか虚しさを感じるぐらいだったらもう諦めちゃった方がいいと思ってて、なんか気が楽。そう、最終的にはそう、なんかその前相談くれた子はさ、特にそうなんだけど、なんかだったら俺に報告してこいみたいな、成績が上がったら報告してこいって、俺がその分褒めるわみたいな感じで思ってる。だって本当に思うもん、なんかよくさ、コメント欄とかそのツイッターのリプとかでもそうだけど、その自分の動画使って何点上がりましたとか、キャスやっててもさ、こうタイムリーに報告くれるわけ、何点上がりました、何位上がりましたとか、受験受かりましたとか、俺本当にすげえと思うもん。もちろん俺の動画だけじゃないよ、みんなはね、俺の動画だけじゃないし、塾も行ってる子もいるし、通信教育やってる子もいるし、他の動画見てる子もいるだろうけど、でもやっぱね、どういう形であれみんなが努力をして結果を出したっていうのはマジですごいと思う。10点上がった、10点しか上がってないんですよ、違うんだって、10点上げてんだから、事実として。まあ平均点とね、相関関係もあるかもしれないけど、上がったことは事実だし、と思うんだわ。そう、それは本当に思うの俺。そう、そうやってまあなんだろうな、褒めてきたというか、そう思ってきたし、自分の生徒にも、今みんなにもそう思うからさ。そうだから、そうなんか親に関してどうこうはできないんだけど、そういうなんか親に褒められない虚しさとかは、まあ、俺には完全には埋めらんなくても、多少ないとも少し埋めることはできるとは思うので、言ってこい、わかりましたって言ってこい、返すだからね、できる限り返していくからさ、と思ってます。なのでなかなかね、解決策を提出することはできないんだけど、こう、まあ、諦めるっていうのもあれだけどね、すごいなんか申し訳ないこと言ってるのかもしんないんだけど、でもその方がね、結果的に楽になった子をたくさん知ってるからこそそう思っちゃうんだわ。あまりこだわんない方がいいよ、親に、とは思います。はい、なかなか変わらん、本当にねごめん、あのいろいろ思い出しちゃった、いろんな親がいたもんでそうだからね、最後にちょっとつけた、最後にちょっと1個だけ付け足させてもらうと、表現の仕方が下手な、我が子に対しての愛情表現とか褒め表現が下手くそなんだけど、実はめちゃくちゃ子供のことを思ってる親御さんも実はいるんだわ、いる。そう、これはもうね、塾講師の時にすごく経験したことで、自分はね、そう、三者面談をやらないんですよ。そう、あんまりやんなくて、二者面談を2回やるんですよ。自分の生徒と二者面談、その親御さんと二者面談をしてたのね。そうするとね、子供がいないとこになるとね、親御さんめちゃくちゃ愛情ある言葉出てくるんだわ。普段子供から聞いてる母親像とは、別人ですかみたいなのもあるから、そうそう、やっぱ難しいんだよね、親御さんにとっても距離感とか接し方が分からなくなってる方、迷ってる方もいらっしゃるんだけど、でももし行き過ぎた感じ、もうなんか
とにかく比べてくるとかさ、なんだ自分が成績上がっても成績上がったことを受け止める前にお兄ちゃんもっとできてたけどみたいなことを言ってくる人とかは、まあちょっと諦めた方がいいかもしれない。いっそ、他でみんなの気持ちを埋めてくれるというか満たしてくれるところはあるし、みんなの努力を認めてくれるところは別にあるから、それでみんなが努力をしなくなるっていう方がもったいない、将来につながらなくなるからとは思いますので、ぜひぜひ。そういう風にちょっとね発想を切り替えてもらえたらと思います。自分もねできる限り支えられるように、支えるとか言ったら生意気だけど、でもできることをしたいからさやっていきますんで、一緒に頑張っていきましょうと思います。はい、ということで、今回のダラダラジオはですね、親の言葉がナイフのように飛んでくるというテーマで喋らせていただきました。言い忘れました、年末年始ですね、あとダラダラジオはあと1回あるんですけど、年末に、2つかプレミア公開です。よく勘違いされるんですけど、プレミア公開はお金かかんないですからね、なんか番組みたいに何時何分から始まるよっていうチャット欄ができるんですよ。で俺もそこで待機するから、チャット欄に俺も書き込みながら、みんなのチャット読みながらワイワイしながら見るみたいなことをやるんですけど、久々にそれを使います。2本投稿します、きっと。多分1本が2本ねあるので、で年末のねおふざけ動画もそろそろ完成します。まあおふざけというかちょっと今回は趣向が違うんですけど、結構多くの方に喜んでもらえるというか、おおって思ってもらえるものができると思ってます。なのでぜひその時には皆さんの拡散力よろしくお願いします。この動画をどうしてもみんなに届けたい、多くの方に届けたいので、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、また次回、2019年最後のダラダラジオ何か喋っていきますので、よかったらまた聞きに来てください。では今回のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。